こと吉住ゆりです。おちりとハムストリングスシリーズ、今日は、お尻もハムストリングスも関係してくる股関節のケアする方法についてやっていきたいと思います。一日の終わりとかにしっかり股関節ほぐすだけで次の日の疲れ全然変わってくるので、ぜひやってみてください。今日も、仰向けに寝転がった状態からやっていきます。まず自分の膝抱えてもらって、ぐーっと自分の方に引き寄せます。で、そのまま、ぐる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 股関節をできるだけ大きく大きく円を描くような感じで回していきます。で、反対回しもぐる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 、しっかりと大きく大きくできるだけ、綺麗な円を描けるような感じで回してみてください。で、その次、外側に開く。この時もう片方の伸ばしてる方の足の骨盤をしっかり上からグッと押さえて床に押し付ける感じで、膝も押さえて押し付ける感じでぐーっと伸ばしてあげてください。で、その次は、逆向きに、反対側に倒してもらって、できるだけ手は後ろの方にぐーっと伸ばしてもらうと、広背筋って言ってこの背中とか腰の方からしっかりと伸ばされて、気持ちよくストレッチできるので、これもやってみてください。で、反対側も最初ぐーっと胸の方に引き寄せてもらって、ぐる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 綺麗に大きく円を描くような感じで、反対側もぐる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 、大きく円を描くような感じ。最初ギクシャクする人もいると思うので、できるだけ滑らかに大きな円を描けるようにしてみてください。で、外側に倒す。しっかりと膝とこの腰骨のところをぐーっと床に、押し付けるような感じで、で、反対側も、膝を持ってもらったらいいと思うんですけど、目線は後ろの伸ばした手の方を見てみると、伸びやすいと思います。しっかり背中とか、腰の部分までストレッチできるので、気持ちよく伸ばしてみてください。これやっとくだけで本当に、疲れ取れやすいので、ぜひ皆さんやってみてください。ではでは。